こんにちは、ゆっくり霊夢です。ここは西条駅からブールバールを南に約550メートル進んだ、市役所西交差点。西条は東広島市の中心地区で、東広島市役所がこちらに設置されています。東広島市役所は本館と新館で構成されていて、地上10階建ての本館は2013年に竣工。本館10階にはレストランや展望ロビーがあって、展望ロビーからは酒蔵通りを上から眺めることができますよ。市役所西交差点周辺には島並信用金庫、広島銀行といった金融機関が支店を構えています。広島県三原市に本店を置く島並信用金庫は、西条支店が最も西に位置する店舗みたい。市役所西交差点の北側は西条栄町、南側は西条昭和町という住所となります。広島銀行西条支店内ではヒロギン証券東広島支店も営業。市役所西交差点の南には西条昭和町バス停が設置されていて、北方面乗り場には中国 JR バス、京葉バスの西条駅方面、ノンバス赤ルート、西条駅方面が停車。西条駅までの所要時間は約5分。西条駅までの運賃は、中国 JR バス、京葉バスは160円、ノンバスは200円となっていて、バスによって運賃が異なります。南方面乗り場には、中国 JR バス、京葉バスの広島大学方面、ノンバス青ルートの西条中央、富士ブラン前、炎上寺方面、高速バスの横浜方面、博多方面が停車。広島大学周辺には広大中央口、大学会館前などのバス停があり、広島大学周辺まで約15分、270円です。ノンバスは西条中心部を循環するバスで、市立中央図書館、富士ブラン東広島方面へ向かう場合に便利。ノンバスの運賃は200円均一。中国 JR バス、京葉バス、ノンバスでは IC カードに対応しています。西条昭和町は夜行高速バスも停車。メイプルハーバーは町田バスセンター、横浜駅へ、幸福ライナーは小倉南インター、博多バスターミナルへ向かう路線です。なお夜行高速バスは感染症の影響で休止している場合もあるので、運行状況はホームページなどで確認しましょう。ブールバール沿いにはローソン、不動産屋、ジョリーパスタ、広島風、関西風どちらのお好み焼きも提供する徳川があって、徳川に隣接する徳はうどん、とんかつ、どんぶりメインのお店です。西側には三式西条昭和町などのマンションが多く並んでいて、カーブを描いた特徴的な建物は広島信用金庫西条支店。東側を眺めると西条中央病院があるほか、ここから見ると超スマートな外観に見える、ノビーシエスタという地上10階建てのマンションがあって、こちらは東広島警察署前交差点、ブールバールと国道486号線がここで接続します。東広島警察署前交差点周辺は、全体的に新しめの建物が多いように感じるわね。ここすがあるほか、交差点南西にある博多ラーメン一流は、豚骨ラーメンと黒中華そばをメインに提供するお店。豚骨スープにネギがたくさん入ったネギラーメンは、東広島産の侍ネギを使用。歯の厚みがあって食べ応えがあり、ちょうど良い辛みがあることが侍ネギの特徴です。アシュリーズの唐揚げは、大きくてジューシーで美味しいという口コミ多数。東広島警察署はこちらで、東広島市全域を管轄区域としています。こちらは、ブールバールヒルズというパチ屋です。引き続きブールバールを南に進み、広島県東広島市西条昭和町を散策しましょう。現在歩いているのは県道195号西条停車場線で、ブールバールという愛称で親しまれています。ブールバールはフランス語で街路樹を備えた広い道路の意味で、4車線の車道と広々とした歩道が整備されていて、走りやすい、歩きやすい道路となっています。ブールバールは西条駅から広島大学付近までの約6キロの道路で、西条駅から広島大学東広島キャンパスへは距離があるものの、ブールバールをまっすぐ進むだけで移動できますよ。肉料理店の春季楼は、高級感のある内装で個室を備えています。丁寧でしっかりした接客と評判で、2時間の見放題のしゃぶしゃぶコース、すき焼きコースや、ステーキオーダービュッフェコースなどがあるようです。石ヶ瀬橋バス停があって、この先は黒瀬川に架かる石ヶ瀬橋。歩道橋2本と車道橋2本の合計4本で構成されています。石ヶ瀬橋を渡った先は、西条中央という住所。丘陵地にマンションや戸建て住宅が多く並ぶエリアで、1990年代より開発が進んだということで新しい街の雰囲気です。東広島市立中央図書館、西条小学校、鴨自動車学校のほか、ウォンツ、モスバーガー、セカンドストリート、ブックオフなど、
チェーン店も多く集まるエリアとなっていますよ。ここは交通安全、ではなく、ここは西条昭和町です。こちらは黒瀬川、東広島市八本松町から西条町、黒瀬町、呉市に入り郷原町、広町を通って、広田谷、阿賀南で瀬戸内海に注ぐ2級河川、東広島市西条町では西条川、とも呼ばれているようです。黒瀬川沿いを西へ進みましょう。この先で黒瀬川と飯能川が合流します。竜王山を水源として西条町を南北に流れる飯能川。1959年、昭和34年、までは飯能川を境に、西側は寺西町、東側は西条町となっていました。また旧寺西町は寺家、西条東の大きく2つの地域で構成されていて、西条町西条東、という住所があるのですが、西条東地区は西条町中心部より西に位置していて、西条東、という地名と実際の位置関係がややこしいわね。西条、西条東、といった地名の由来は、飯能川に大きく関係しています。東広島市は、鴨、とも呼ばれる地域で、古くは京都、鴨神社の荘園であったほか、奈良時代には西条に秋国府があったと言われていて、鴨地域は古くから人々が暮らしていたと推測されています。平安時代頃に条理制という、電池を均一の大きさにするための区画整理が行われたのですが、おおむねこの時代より飯能川を境界として、西は西条郷、東は東条郷、と呼ばれるようになったとか、現在の西条中心部は東条郷、に含まれていたようです。西条東、は西条郷の東の端に位置していたことが、地名の由来となっています。秋国府跡推定地、秋国分寺、御立神社などがあるのは、飯能川伊東の東条郷、現在の西条中心部、で、古くから鴨地域の中心として栄えていたようです。レストランラブー、はおしゃれな雰囲気の洋食店で、特製ハヤシライス、ハンバーグステーキ、ビーフシチュー、和牛ロースステーキなどの料理を提供。盛り付けがおしゃれで、落ち着いた雰囲気という口コミが多いですよ。西条郷、東条郷の解説に戻りましょう。周防の国を本拠地とする大内氏が秋の国に勢力拡大したのですが、おおむねこの時期になると西条郷と東条郷はまとめて、東西条、と呼ばれるようになったみたい。大内氏の勢力拡大とともに、東西条、の範囲は拡大し、一時期は八本松、熊野、高知、広なども、東西条の範囲に含まれていたようです。その後、詳細な理由は不明なのですが、東条という地名は文書から見られなくなり、東西条は東が取れて西条と呼ばれるようになったみたい。東条郷だった地域は室町時代になると、寺町、西条寺町と呼ばれるようになり、戦国時代には四日市と呼ばれるようになります。江戸時代には西国街道の宿場町が四日市に形成され、四日市宿、西条四日市宿、と呼ばれるようになりました。アースベリーコーヒー、は美味しい豆を取り扱うと評判のお店。コーヒー豆の販売のほか、コーヒー豆の風味や甘みを最大限に引き出す焙煎機を使った、新鮮で入れたてのコーヒーを提供します。新たに商店、は口コミ400軒近くある人気のお店。スープカリーを提供するお店で、コクが深いスープと野菜がたくさん入っていることが特徴。野菜はそれぞれ調理方法を変えていて、野菜の味を最大限に引き出しているんだとか、また好きな辛さやライスの量を細かく調節できますよ。スープカリーはビールやラッシーにも合うとのことです。西条四日市の話に戻りましょう。西条盆地には良質な軟水が地下に眠っているのですが、秋津の三浦仙三郎によって軟水の酒醸造法が確立されると、良質な軟水と米が手に入る西条四日市では酒造りが発展。現在も宿場町の面影を残す酒蔵通りは西条の観光地となっていますね。また明治半ばまでは四日市次郎丸村と呼ばれていましたが、1890年、明治23年には西条町に改称されます。江戸時代に鴨地域の26村が西条の庄としてまとめられていて、四日市が西条の庄の中心地であったこともあり、このことも西条町に改称された理由の一つと思われます。1894年になると山陽鉄道、現在の山陽線の三原から広島間が開通、同時に西条駅が開業しましたが、開業当時の西条駅は旧四日市宿を避けるような形で、
現在地から西に約300メートルの西条東地区に設置されていました。飯能川より西側の西条郷だった地域ですね。しかし西条の酒を鉄道で出荷する際に不便だったため、開業から約3年後に西条駅が現在地に移転。鉄道開通以降は四日市という名前で呼ばれることは少なくなり、西条駅前は西条の中心地としてさらに賑わうようになります。というわけで、西条東が西条中心部より西に位置するのは、もともとは飯能川を境に、西条郷、東条郷、と呼ばれ、西条郷の東に位置するため、西条東、となった。その後周辺地域も含めて、東西条、と呼ばれるようになったが、なぜか、東、が取れて、西条、と呼ばれるようになり、もともとの、東条郷、が、寺町、四日市、と名前を変え、四日市は、西条、と呼ばれる地域の中心地に、もともと東条郷だった、四日市、は、やがて、西条、と呼ばれるようになって、西条郷の東という意味の、西条東、はそのまま残ってしまい、現在に至るという感じです。アンコール、というパチ屋の1階には、トムズコーヒー、マイジム24が入居、コーヒー、メロンソーダなどのドリンクのほか、トースト、カレー、スパゲッティなどの軽食も提供。フレンチトーストはとても分厚いんだとか、マイジム24には岩盤ホットヨガスタジオもあって、体の芯から温まることができ、リラックス、ダイエットに効果があるそうです。こちらは岡町交差点で、中央通りと接続。ブールバール開通前までは中央通りが、西条駅へのアクセス道路として機能していたようですね。中央通り沿いにはもみじ銀行、秋西条郵便局のほか、飲食店が多く並びますよ。この付近は道路の南側は西条昭和町、北側は西条岡町、となっていて、飯能川より先は西条町西条東、となり、ハローズをカットしてダイソー、西松屋、ザグザグなどのお店がある。ハローズ東広島モールが西条東にありますよ。西条町西条東の散策はまたの機会に、1959年以前は飯能川が町境となっていて、東側は西条町、西側は寺西町でした。飯能川沿いを南に進みまして、国道486号線に出ました。西条町と八本松町を移動する際のメインルートですね。この場所から南に約 1.5 キロの場所に、国道2号線西条バイパスが開通する前までは、こちらが国道2号線を名乗っていました。アンコール。一度お渡りして調子に乗って、アンコールを求めて、お金を使いすぎないよう気をつけましょうね。国道486号線をしばらく東に進みます。三式西条昭和町は地上15階建てのマンションで2000年に竣工しました。ホテルサンライズ21は宿泊料金が安めで清潔感があるという口コミが多く見られました。公式サイトから予約すると最安値で宿泊できるとのこと。出張や広島大学の受験などで東広島市に訪れる場合は、こちらも検討してみてはいかがでしょう。広島信用金庫西条支店が見えてきて、この先は国道486号線とブールバールが接続する東広島警察署前交差点となります。東広島警察署前交差点を渡ってブールバールを横断、ファミレスのココスがあって、こちらには東広島グリーンホテルモーリスがあります。お部屋が綺麗、お値段が高くない、サービスが良いという口コミが目立ち、大浴場でゆっくりと疲れを癒すことができるほか、朝食バイキングは旬の食材を使ったお料理を提供します。グリーンホテルモーリスは山陰地方を中心に展開していて、山陽地方は東広島グリーンホテルモーリスのみのようです。カメラのサエダは広島市本通りに本店を置き、広島県内で店舗を展開するカメラ店です。西条中央病院は2019年に新病棟が完成。筒井薬局付近に立っていた旧病棟は解体済みです。医療法人若葉会が運営する病院で、内科、外科、整形外科、泌尿器科などの診療科を設置するほか、救急診療を受け入れる体制も整っています。
アジア物産というお店を発見。中国、韓国、ベトナム、東南アジアなどの国々の食品、調味料、お菓子、お酒などを取り扱っているみたいです。マツダアンフィニの自動車販売店があるほか、脱毛の広告があるわね。綾野剛さんがダンディーでたまらないね。しばらく国道486号線を東に進み、こちらは五条立橋交差点。五条立橋交差点より東側は、西条五条町という住所となります。スタヤ、お宝買取団、タリーズコーヒーがこの先にありますよ。五条立橋を登りましょう。正常のマンションがたくさん建っているわね。こちらは東方向、西条五条町の眺め、黒瀬川が流れていて、近くにかかる五条町を渡ると、西条中央、となります。こちらは西方向、西条昭和町の眺めです。西条立橋、信号には五条立橋と表記されていましたが、立橋には西条立橋の表記、どちらが正しい名前なのかしら。五条立橋交差点で進路を変えて北へ進みましょう。道路の西側は西条昭和町、東側は西条五条町という住所となります。この先は西条税務署があります。こちらの道路は朝日町通りと呼ばれているらしく、呉市と東広島市を結ぶ国道375号線が開通する前までは、こちらが西条から呉へ向かう際の主要道路だったそうです。江戸時代までの西条は西国街道の宿場町として栄え、当時は四日市宿と呼ばれ、現在の貨物輸酒造本社の近くに本陣が置かれていたとのこと。本陣は上級役人などが宿泊、休憩する施設です。朝日町通りをこのまま北に約850メートル進むと、四日市宿の本陣跡に突き当たります。朝日町通りをしばらく北に進み、こちらは朝日町交差点、右折して東へ進むと夢タウン東広島方面、朝日町通りを北へ進むと西条酒蔵通りに出ます。朝日町交差点で左折して進路を変更、この付近は道路の南側は西条昭和町、北側は西条朝日町、という住所となります。奥に見えるのは東広島市役所。こちらのホットモットは平日お昼になると、市役所職員がたくさん買いに来るのかしら。右のマンションはファミール西条朝日町で、地上14階建て、1996年の竣工です。こちらは広島県東広島庁舎、広島県西部県税事務所、広島県西部東保健所、広島県西部農林水産事務所、広島県西部建設事務所などが入居、広島県の出先地方機関です。バリエは宝石、時計、雑貨などを販売するお店。店員が明るく丁寧に対応してくださり、質の良い商品が良心的な価格で購入できると評判です。
広島県では業界トップクラスの売上高を誇る、新川グループが運営するお店です。タンドール、は口コミ300件以上の人気カレー店。カレーは40種類で、ナンもたくさんの種類を揃えているとのこと。特にチーズナンの評判が高く、ナンの中にチーズがたっぷり溢れているそうですよ。タンドールと同じ建物に入居するカッちゃんは、家庭的な料理を楽しめる和風居酒屋で、お刺身や天ぷらが特に美味しいという口コミありです。広島県東広島庁舎別館にある食堂は、職員だけでなく一般の方のランチ利用も可能。500円程度のお値段で日替わり定食を食べることができ、美味しくてコスパが高いと評判ですよ。今回は広島県東広島市西条昭和町を散策しました。町の景色を見て感じたことや西条の思い出、散策してほしい場所などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは地域、町をメインテーマとして、町散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして、定期的に動画をご覧いただけると嬉しいです。ブールバールに出まして、西条昭和町バス停から路線バスに乗っておしまいです。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次は中央公園前です。お客様にご案内します。両替や IC カードへのチャージはバス停停車中にお願いします。バス停以外では車内をご移動中に発車する場合もあり大切点です。また走行中はやむを得ず急ブレーキを使用することがあります。お立ちの方は握り棒や座席などにおつかまりください。お客様の安全のため両替やチャージは必ずバス停停車中に。お立ちの際はしっかりお捕まりくださいますようお願いいたします。The next stop is 中央公園前。